アイブを虜にした日本のスーパーの商品とは、磯がどうしても食べたかった日本人には馴染みのあるあのお菓子、レイとユジンが酒のつまみを爆食。アイブの来日の様子と、ルセラフィムやニュージーンズが訪れた日本のお店をご紹介していきます。 K-POP アイドルたちが来日することはイルペンにとってはとっても嬉しいイベント。それだけでも嬉しいのに、メンバーたちが Vlog を撮影してくれて、以前ストレイキッズのリノが休日に大阪で食べ歩きをしていたり、フィリックスが鎌倉や江ノ島 USJ に来ていたり、ワンちゃんが誕生日の日大阪に来ていたようで、遭遇したステイへのワンちゃんの対応も話題になりました。 K-POP アイドルたちが馴染みの深い街並みを歩いていたり、日本の食べ物をアイドルたちが食べている姿は、本当に日本にいたんだという喜びと親近感が湧いて嬉しいですよね。今回はアイブが来日した時の様子をご紹介していきたいと思います。アイブは2023年にグループ初となるワールドツアーの開催が決定し、現在もツアー真っ最中。以前日本に来た際にスーパーやコンビニの商品に夢中になる様子が可愛いと話題になりました。12月20日にアイブの公式 YouTube チャンネルにてメンバーたちのオフショットを撮影したアイブオフの最新エピソードが公開されました。今回のエピソードではメンバーたちが新幹線に乗る前に日本のスーパーでお菓子やお惣菜を買う様子が撮影されています。スーパーに足を踏み入れた磯は、コストコみたいと店内の広さにびっくり。ガウルは、ここはオニオンが好きそう。磯も、そうだね、オニオンって大型スーパー好きなんだ。磯とガウルが最初に気になったのは豆乳コーナー。ここに豆乳が全部の味があるよ。いろいろな種類の豆乳が揃えられており、そのバリエーションの多さに興味津々。続いて2人はお惣菜のコーナーへ。ガウルがサンドイッチを選んでいる間に、磯が店員さんに何か尋ねてお礼をしています。磯は、これ一つだけ残ってた。磯が探していたのはなんとみたらし団子。これだけはずっと食べてみたいと言っていて、やっと買えました。とぼまえつ、最後の一つだったようで、無事にみたらし団子をゲットできて、この笑顔よ。日本人メンバーのレイはマグロのお寿司をチョイス。こういうスーパーの食べ物って大好きです。家に来たみたいと、日本のスーパーはどこに何があるかわかるため、家に帰ってきたようだといい幸せそうな様子。続いてレイは磯と共に豆乳コーナーへ。磯は先ほど豆乳コーナーに訪れた際、種類が多く味がわからなかったため、後でレイと来ようと言っており、日本人メンバーのレイに教えてもらいたかったよ。マンネにピスタチオやイチゴ、アーモンドなど一つ一つ味を教えてあげるレイ。そこへ他のメンバーたちも合流し、みんな思い思いの豆乳を無事にゲットしました。次にメンバーたちはお菓子コーナーへ。そこでガールが何かを発見してメンバーたちと盛り上がっています。ガールが見つけたのは冬限定の白いアルフォート。ドンキホーテにもなかったのにここで見つけられるなんて信じられないととても喜び、全部買おうといいファミリーパック2袋を購入しました。最後はパン売り場で塩パンやメロンクロワッサンなど、みんなそれぞれ気に入ったパンを選んでスーパーでのお買い物を終了。アイブのメンバーたちがみたらし団子やアルフォートなど、日本人には身近な食べ物やお菓子を手にして喜んでいる姿は、なんだか親近感が湧いているペンとしてはとても嬉しいですね。続いては12月5日に公開されたアイブオフでのワンシーン。この回ではユジンとレイが日本のコンビニでお菓子を爆買いする様子が収められています。ユジンとレイがやってきたのは横浜のローソン。早速お菓子を物色。ユジンは、私はこれが好きと言ってガルボをカゴに。レイは、じゃがりこは買わないと、私たちが好きな明太もんじゃ味なんですよ。ポテトチップスコーナーを見て、韓国のり味がある、お姉さんのり塩味食べてみると気になった商品をポンポンカゴに入れていきます。お菓子を一通り選んだ2人が次に向かったのは、なんとおつまみコーナー。私これ大好き、これも美味しいよとここぞとばかりに酒のつまみを爆買い。可愛い2人がおつまみ好きなのは少しギャップがあって新たな推しポイントになりそう。お菓子とおつまみを爆買いした2人はホテルに戻り、いざ実食タイム。レイは、今日はこうして日本のコンビニレビューしますと、まずは
それぞれが買った飲み物の紹介から、友人は最近空港で初めて飲んで気に入ったというほうじ茶を購入。しかし一つだけ疑問があり、カフェインが入っているかどうかわからないとのこと。レイがパッケージを見ても書いていなかったので、知っている人はコメントで教えてください。私からも呼びかけておきます。コンビニのほうじ茶にカフェインが入っているか友人レイ様が気になっているので、知っている人はコメント欄まで。レイが紹介したのは蜂蜜入りの紅茶。レイ自身も飲んだのは初めてのようで、牛乳が入ってないのになんでミルクティーの味がするとのことですが、本当でしょうか。ちなみに友人が味見したところ、リアクションはこの通り。しかしレイはハマったようで、ミルクティーを飲むのに罪悪感がある場合はこれを飲めばいいとのことでした。レイ曰く太らないミルクティーらしいので、ぜひ自己責任で飲んでみたいと思います。続いて友人がチョイスした豚骨味のワンタンスープを紹介。レイも幼い頃からよく食べていたというワンタンスープですが、見つけたら必ず食べてみてくださいと激推し。お次はレイが人生で100個は食べたと豪語するじゃがりこの明太チーズもんじゃ。確かにこれはうまい、主も大好きでございます。韓国の視聴者に向けて友人がもんじゃをお好み焼きのいとこと説明。さらにポテトチップスのり塩味を食べた友人は、本当に海苔を食べてるみたいと不思議な食レポをします。これには思わずレイも吹き出しそうになりました。しょっぱいものが続いたので、最後はガルボを食べてお菓子のレビューは終了。しかし2人の食欲はまだ収まらず、今度はおつまみに手をつけます。イカそうめんやチータラ、柿の種など、ザ・おつまみのオンパレード。可愛い女の子たちがおつまみに夢中になっている姿にはギャップ萌えです。それにしてもこれだけお菓子やおつまみを爆食してもスタイルを維持しているのはさすがアイドル。ファンの目には見えないところで絶え間ない努力をしていることは言うまでもありませんね。ファンの反応は、日本のスーパーをこんなに可愛いアイブのメンバーたちが歩いてるなんて、日本の食べ物美味しそうとかご飯見て嬉しそうにしてくれると日本人としてとても嬉しい。可愛い子らが可愛いお菓子じゃなくておつまみ好んでんの最高。日本語読めない時はレイが助けてくれるのがすごくいい。レイちゃんと友人に会えるなんてローソンの店員さんめっちゃ羨ましい。みんな日本食を楽しんでいるようで嬉しい。日本の食べ物はよく K-POP アイドルたちを虜にしており、以前ルセラフィムも東京の目黒にあるレジュドベレというパン屋さんで店員さんに、減量などはしていないのでしょうかと心配されてしまうほど、パンを爆買いしていったことが話題になりました。他にも日本のコンビニ飯を買い込んでコンビニ飯パーティーをする様子を見せてくれており、ルセラフィムの食べ物への本気度が笑いを呼びました。詳しくはこちらでご紹介しております。最後に日本でも今年人気が急上昇したニュージーンズの来日エピソードもご紹介。特に話題となったのがニュージーンズが8月に開催されたサマソニに初出演した際の出来事。昼間の出演だったにもかかわらず、ニュージーンズのあまりの人気になんと入場規制がかかりました。この時間帯のマリンスタジアムで入場規制がかかるのはサマソニ史上初のことで、主催者側も驚く異例の事態となりました。そんなニュージーンズですが、サマソニ公演を無事に終えた後に中目黒や代官山周辺で街を散策する様子が話題となりました。中でも注目が集まったのはメンバーたちが目黒川に架かる橋の上で撮影した写真。東京の何気ない場所にニュージーンズのメンバーたちがいることが話題となり、聖地として実際に訪れるファンも続出しました。他にも中目黒にある藤木というとんかつ屋さんや、自分好みにアイスクリームをデコレーションできるジョンズアイスクリームなど、日本の食べ物も堪能していったようです。また代官山の蔦屋書店にメンバーたちが訪れた際は目撃情報も多発し、 SNS 上でも話題に。もしかしたら街中で会えるんじゃないかとつい期待してしまいます。ぜひこれからも日本の文化や食べ物を体験してもらいたいです。コメントや高評価、チャンネル登録もよろしくお願いします。